ミニマルです始まりが時短ですねもう分かってるからこれ言わなくてもいいんだけど、始まった途端に、始まった途端に、はい、ミニマルです。今日は何だろう。あ、今日はうん、S のコート、うん、S のコート買おうと思ってるんですけど、うん、サイズ感とか色とか、うん、また例えば休日同じ一着で休日とビジネスのシーンとか、うん、まあ、合わせ方とか、うん、まあ、そういったところちょっとお聞きしたくて、うん、っていう話ですね。色はやっぱベージュかネイビー、うん、はい、どっちかにしようかな。でも黒も使えるよ。黒も使えるじゃないですか。だからそこも迷ってるんですけど、うん、ビジネスと休日行くっていうと、うん、まあ、ネイビーが割と無難なのかなって思ったんですね。仕事は使えるよね、ネイビーね、はいはい、例えば、まあ、僕今黒が多いので、うん、黒に合わせるんであれば、まあ、ネイビーでも。着てみたらとりあえず一回。あ、そうですね。ネイビーの方がこれは一応新しいやつだね。あ、そうなんですね、うん、実はちょっと着丈が5センチ長くなってて。じゃあ長いってことはちょっとエレガドレッシーってことですか。どうなんですか、印象的に。まあ、着丈が長ければ長いほどドレッシーにはなるよね。うん、うん、たっぷり着るイメージ。これ閉じた方がいいですかね、上まで。いや別にどっちでも、こんな感じで、うん、まあ、別にそうやってダランとしててもいいし、はいはい、腰の紐を結ばないでもいいし、はいはいはい、でこう結ぶときはこう閉じて、そうだね、適当にくぐる。でもなんかデニムで結んでるとちょっと、はい、俺はなんかデニムの時とかはもう何にも結ばずにそのまんまの方がかっこいいんじゃないかなと。うん、今のサイズいいんじゃない。これサイズ2だ。これ2なんですね、うん、そのぐらいでいいんじゃないかなと思う、ね、これより1個下げちゃうと今度ちょっとタイトすぎちゃう、ね、これがサイズがちっちゃい方なんで、ね、ちっちゃいって言っても S って結構大ぶりに作られてるから、はいはい、たっぷりに作られてるから、はい、別に全然ベージュでもいいと思う。これはどっちの世界が好きかみたいな。あ、そういうことか。これがちっちゃい方。そうだね、そっちの方がギャバだね。生地も違うんですね、うん、普通に使えるよね。あ、ポケットの位置もこっちが違うんですね。またちょっとだけ、うん、俺はもう決まった。え、どっちですか。俺も圧倒的にネイビーだね。あ、ネイビーですか、うん、こっちじゃなくて、うん、たっぷり着てる方が似合うと思う。あ、うん、まあ、サイズ感はサイズ感そうだね、うんうん、確かにちょっとこうワンサイズ小さいだけでほんの気持ちですよね。数センチですよね。そうだね。でも袖の長さも、はい、直樹だったらもうちょっと袖長くてもいいから、はい、そうするとやっぱ2の方がいいと思うね。178あるかないかなので、だからそうだね、2ぐらいの方がいい。2ぐらいの方がいいってことなんですね。たっぷり着てる方がいいよね。うん、タイトよりはたっぷりめの方が、まあ、もともとサイズがこの大きく着てるから、はいはいはい、もう一回ネイビー着てみて、はい、わー、全然こっちの方がかっこいいよ。あ、色もこっちの方が俺はなんか直樹に似合ってるよ。あ、本当ですか、ネイビーで、うん、これさ、今みたいに普通に何も締めずにバーッと開けっぱなしで A ラインで着ててもかっこいいし、はい、そこの裾の紐の部分、あれ、ここの紐、はいはい、腰の紐の部分は結んでもいいんだけど、カジュアルなスタイルの時は結ばずに、はい、そのポケットの中に入れとく。この中に入れると。で後ろで結んでる人とかもいるんだけど、はいはいはい、あれはやめた方がいいかな。 あれはやめた方がいいんですか。 あんまりかっこよくない。女の人でもいるんだけど、はい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 、俺はなんかもうトレンチコートやって結んでるのがあんま好きじゃないか。だからこの後ろ姿見た時にここにこうちょちょ結びとかなんかそういう風に結ばれてる感じですね。しない方がかっこいいかな。このままでいいんじゃない。なんかだったらもうこのままポケットに入れてこういう風にってこと、こういうことですね、このまま。そうだね、そうだね。でしかもさ、これ落ちないようにさ、ここさちゃんとなってんだよ。あ、本当だ。あ、うん、そうかそうか。だから落ちないから別にこれダラって垂らして、はい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 、でも全然そのままでいいんじゃないかなと思うけどね。デニムの今みたいなこういうスタイルだったら、うん、まあこう開けて、カジュアルだったら開けて着てる方がかっこいい、はいはいはい、うん、か閉めるんだったらもう本当上まで閉めちゃうみたいな。全部閉めちゃって、うん、でもそうなった時はデニムでももちろんいいんだけど、むちゃくちゃ太いやつとか似合うよね。これ今さデニム細いじゃない、はい、細いです、はい、もっと太いブワーンって太いやつ、今今日俺履いてるけど、もうめちゃくちゃ太いやつ、はいはいはい、なんかそんな感じで着るとすごいなんか昔のアルマーニみたいになると思うんだよね。はい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 、はい、まあ、直樹はちょっと世代が全然違うから、はい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 、アルマーニはまさにこういうコート作ってて、バゴーンみたいなでっかいやつで太いやつボーンって履いて、はい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 、で靴も、はい、もうめちゃくちゃボリュームのある靴みたいな感じが割と昔の1980年代90年代ぐらいのアルマーニっていうか、そういう風に着るのは俺かっこいいかなと思う、はい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 、僕の中でのイメージはどっちかっていうとそっち。だけど若い子たちなんて今さあんまりルールなんて関係ないじゃん、しかもカジュアルなスタイルだったら、カジュアルなスタイルもう何合わせてもいいんじゃないかなと思うけどね。チノパンでもいいし
あでも軍パンとかでもいいのか。軍パンでもいいね。軍パンでもいいけど、できれば同じ色の方がかっこいいかなと思う。黒か紺か、うん、そうね、全部ワントーンでベージュっていうことも考えられるんだけど、そうするとなんか遠目がこう歩いてくると裸みたいに見えるから確かにそうですね。でなんかコート脱いでも裸に見えるから、はい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 、はい、これ本当なんかそういう風に見えちゃうんだよね俺。でっていうと、じゃあベージュを合わせるんだったらやっぱ黒かか、なんかグレーのスーツとか、グレーのスーツに白いシャツに黒いタイとか、はい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 、なんかストイックに決めてる方がこれかっこいいかなと思うね。だから多分紺の方が着やすいんじゃないかな。着やすいって着やすいね、ネイビーの方が。締まって見えるしね、大きく見えるんだけど締まっては見えるから、なんかかっこいい気がするけどね。かっこいい男らしく、うん、そうですね。で視聴者の方からも質問、うん、はい、質問もあって、やっぱその皆さん同じで、うん、どんな着こなしがおすすめなのかとか、あ、まあ、例えばあと素材の合わせ方、この素材と多分このコットンギャバンってやつか、また素材コットンギャバ、うん、はい、ギャバ、うん、カジュアルはもう本当何でもいいと思う、うん、気にしなくていいっていう、うん、ただネックはすごい大事かなと思うね。この部分ですか、うん、ここがなんか V ネックだったりするとあんまりかっこよくないから、あ、詰まってる方がかっこいい気がするね。じゃあヘンリーネックとかそういうのよりは詰まってるクルーネックの方がかっこいいんじゃない今の。ロンティーとかでもいいんですか。ロンティーだとちょっとやあれですか、カジュアルすぎちゃうのかな、うん、どうなんだろうね。ニットとかスウェットとか、ニットスウェットシャツ、シャツもあんまり、シャツも微妙な、あんまりかな。なんか普通のそういう丸首の、今日ね、はい、イーラの着てるじゃんスウェット、はい、イーラ、はい、それとか、はい、俺今日トレンタセッタンタのニット着てるんだけど、あ、これちょっと大きめの方なんだ、トレンタでもちょっとなんか、はいはい、まあ、ジャストルーズって言って少し大きめのニットの方なんだけど、うん、そういうのに着てる方がかっこいいような気がする、うん、色はワントーン。あ、じゃあそうすると靴はパンツに合わせた方がいいと思うんだけど。あ、パンツに合わせるんですね。めちゃくちゃ太いのでもいいと思うし、はい、今日俺すごい太いの履いてるんだけど、実は本当だ、めちゃくちゃ太い、ね、めっちゃ珍しいですね、うん、え、これはアルマーニなんですか。パンツはアルマーニだけど、なんかあガバって着てる方がかっこいい。あ、かっこいいですね。なんか、はいはいはい、そのぐらい太いやつ、はい、太いのはね、なんかあのもちろんアルマーニとかでも今でもあるのかな、あると思うんだけど、うんうん、古着屋とかでも結構あるじゃん、はいはいはい、俺結構古着屋で太いパンツとか買ったりするんだけど、たまに、はいはい、これも古着なのね。お、太い、めちゃくちゃ太いよ、はい、これラルフローレンかな。ラルフローレンの太いやつなんだけど、太いやつに、太いですね、結構太いですね、めちゃくちゃ太いよ。に例えばこういうダボっとしたニットにこういうニットとか、はいはいはい、太いのでもこういうのもあるんだよね、こういう太いやつも速縮入りの、あ、すごいラインが入ってるんですね。ライン、うん、でこういうのに黒いニットにこういうネイビーのとか、こういうトレンチとかでもいいし、とにかく太いのっていうのは一本ありだよね、うんうんうん、あとはちょっと短い、少し逆に紺に短めのやつでボリュームのある靴とかスリップオンとか、ね、ジョガーパンツみたいなのでもいいんですか。ジョガーでもまああのカジュアルにルールがないから別に何でもありなんだけど、まあ、気をつけるんだったら、うん、あれですね、色とサイズ感、色はなるべくワントーンでまとまってる方がかっこいいんじゃないかなと思うけどね、うん、これも普通のドローストリングのパンツだけど、はいはいはい、こういうのさらっと着てる方がかっこいいんじゃないかなと思うけど、ね、結構太いパンツ持ってるんですね。持ってる、履かないだけなんだけどね、はい、はいはいはい、はい、うん、でまあやっぱネイビーのニットか、ネイビーのニットかニットか普通の黒いニット、これもトレンタセッタンタだけど両方とも着てる方が、なんせあんまりやりすぎてない方がかっこいいかなと思うんだけどね。例えばネイビーだったら、まあ、黒系、黒、はい、でもネイビーに茶でもいいんですかね。ネイビーに茶でもいいよ別に、うん、まあ、こういうボリュームのある WH の靴でもいいし、はい、これでもいいよね。こうバックルがブラウンだからさ、あ、ほんとだ、そうかそうか、だからブラウンのこういう、よく見るとそういうところもあるんですね、色が。そうだね、こういう結構ポテッとした、はい、割とかなり頭にボリュームがあるタイプ、はいはいはい、丸いやつでもいいし、そうね、今日俺みたいな割とごついスニーカーでもいいし、こういうスニーカーでも間違いないというか、あ、パトリックのやつだけど、はいはい、白い、結構白になると爽やかになるんですね。そうだね、足元だけ浮くよね、はい、うん、全身オールネイビーで靴だけ白とか、はいはいはい、っていうのもありだし、あとはもう全身ブラックにしちゃってソールだけ白っていうのもある。うーん、黒か
黒か紺かって感じかな。あ、合わせとしては、うん、まあ、そしたらスーツスタイルだとグレーのスーツだったらまあどちらもいいですね。どっちもいい、ネイビーのスーツでもどっちでも大丈夫ね。一着買ってやっぱりその休日用にするって考えたらネイビーの方が使いやすい可能性があると思いますね。そうだね、また好みも好みと見え方に、ね、ありますよね。あと顔、顔、濃さとか、いや、こっちのベージュの方のトレンチコートだとどうしても王道のトレンチコートの色だから、顔が昭和の人だからだと銭形とかになっちゃうから、あ、危険じゃない、はい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 、ちょっとコスプレチックに見えちゃうんですかね。そうだね、だから若い人が着るんだったら俺いいと思うね。すごい年を取ってる人だったら、結構いっちゃってる人だったらかっこいいかもね。白髪とか で、うん、だったら枯れてる感じで着る、うん、だったらか、うん、これはかっこいいかもしれないね。俺ぐらいの中途半端な年齢だとこれ着てたらちょっとなんか昭和の人に見えちゃう。まあ、星葉さんに合うと思うんですけど、例えばこれ買ってパンツの太さ変えてスニーカーも変えるだけでもう3コーデぐらい楽しめますもんね。楽しめ、同じベーシックでも。そうだね、まあね、視聴者の皆さん S のコート直樹みたいに迷ってると思うんですけど、うん、まあ、そういう場合はやっぱり一番着やすいネイビーぐらいから買っていく、うん、これちょっとね着丈長くなったし、はい、なんかかっこいいから多分似合うんじゃない、ね、このスタイルで太いパンツ履いてみたら今。あ、これでですか、うん、さっきのラルフローレンの黒い太い、これですね、うん、こちら、そうだね、はい、ちょっと履いてちょうどコーディネート真っ黒だしね、はい、履いてみたら、はい、それでこれ着てみたら、はい、行ってきます。すっごい新鮮なんですけど、やっぱなんかその感じなんじゃないかなと思うんだけどね、うん、これ、うん、しかもサングラスまでしたらもう完全にかっこいいよ、うん、普通に真っ黒のこれさっきのイーラのスウェットでしょ、はい、でかいスウェットに黒の太いパンツに、はい、下はペリーコサニーのペリーコサニーですね、スリッポン、はい、で白ソールじゃない、白ソールで、まあ、そうすると抜けるよね、足元がソールが白いし、あ、でソールがこのまま黒いとちょっと重たすぎちゃうんですかね。そうだね、まあ、重くすぎなくもないんだけどなんか抜けが出るような気がする、うん、この方が、まあ、カジュアルですもんね。そうだね、ちょっとサングラスも取ってみてですよね。なんかすごい似合う、無理してない感じがする。あ、本当ですか、うん、でもこれだったら本当にでも着やすいし、うん、これって何パンツっていうんですか、スラックスではないんですか。ウールのスラックスだね、の太いやつ、うん、古着屋とかで売ってるやつ、はいはい、うん、たまに出てくるんだよこういうの。あ、じゃあ古着屋みたいな、うん、なんかこんな感じなんじゃないかなと思うけど、ね、うん、そうすると S 着やすくない。いや着やすい、さっきのデニムも めちゃくちゃ似合ってるんだけど、はい、でもこの方がなんか全体的なバランスが取れてる気がする、ね、しかも新鮮です、なんか楽しいですね、うん、こう違う雰囲気になって、うん、すごいいいと思うけどね。やった、やっぱじゃあネイビーのこれですね。か黒だね。あ、これ黒ですね。これの黒だね、うん、黒もスーツでも着たりもするんだけど、はいはいはい、使えるよすごい。そうですよね、うん、まあ、スーツだったらネイビーの方がまだ無難ですかね、うん、もしスーツで着るんだったら、うん、ちなみにこれは値段が62,000円、はい、あ、そうなんですね、うん、こっちはこっちが78,000円かな。あ、やっぱちょっとあれが違いますね、素材がね、素材が、うん、やや厚めなんですね。本物志向で行くんだったらこのギャバ、ギャバ、うん、でもいいと思うんだけど、俺はなんかネイビー、え、この今のスタイルってギャバでもいいんですか。 やってみたら一回入ってとかっつってそこで入れてくる、そこで入れてきちゃったんですねそうね、どっちだろうな、これもね好き好きです。これはもうあの視聴者の皆さんに聞いてみようかな、どっちが好きですかっていう。これはこれでありなんですね。まあありだよ、1番がネイビーで2番がベージュで3番が裸さてどれが、さてどれがって3番だったらどうするんですか僕ヤフーニュース載りますよちなみにこれね、はい、あの撥水加工もしてあるから雨でも全然大丈夫。あ、じゃあレインコート見たくなるってことですか。そうだね、あ、じゃあもうなおさらここでいいですね。そうだね、はい、おすすめです、はい、着丈5センチ長くなった S のコート、うん、買いですね、はい、いよいよ決めていいんじゃない。そうですね、いよいよ決めないと本当にちょっといよいよ決めたいですね、はいはい、ということで今日は S のコートの、着こなし方、どういうふうに着こなしたらかっこいいか、視聴者からの質問に、お答えしました、このミニマルワードローブチャンネルはですね、視聴者の方からのファッションのお悩みとか、どんなもの買ったらいいのかとか、どういう着こなしをしたらいいのかとか、そんなお悩みについて、またですね答えていきたいと思います。ということで直樹君また、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。質問があったら持ってきてください。はい、また皆さんお会いしましょう。